り始めました。はい、はい、ということで今回もプレイする怖い話の続きをやっていこうと思うのですが、前回はね、俺と、琴葉くんの2人で、読んでいたのですが、今回は、特別ゲストということで、ポテトくんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今回はポテトくんが朗読してくれますので。そうだね。ではちょっとマウスを握ってもらって、はい、始めるを押してもらっていいですか。これだよね。それ。ああ、すんだすんだ。で、多分わかんないと思うんだけど、うん、前回2つの物語を俺らプレイして、うんうんうん、左上にある黒いも、あ、暗い森っていうのと、うんうん、あと下の出席番号29っていう物語をやったんで、うんうん、それ以外の物語やりたいんですけど、はいはいはい、多分どういうゲームか多分知らないから。そうだね、よく分かってないね。説明するとですね、簡単に言うと、うん、ホラーシュミレーションゲームです。シュミレーション、恋愛シュミレーションゲーム知ってるでしょ。ああ、知ってる。そう、あれのホラー版。へえ。選択肢によってエンドが変わっていく。あ、そういうことか。怖い話。ああ、分かりやすい分かりやすい。基本的には朗読なんだけど、たまに出てくる選択肢があって、それを自分だったらどうするのかっていうのを選んでもらって、それによって自分が辿る運命が変わっていくっていうゲームなんだけど、うん、へえ。そうだから、視聴者さんも自分だったらこういう選択をするっていうのを一緒にね、楽しんでもらうような感じのゲームになってるんで、一緒に考えてもらってね。そうだから、今回はポテトがその選んだ作品で出てきた選択肢は、うん、ポテトが自分だったらどうするかっていうのを、自分が、うん、自分だったらどうするかっていうのを、そうそれをちょっと選んで、あ、でいい、ね、ストーリーを進めていきたいと思います。じゃあ、そうだね、面白そうな作品、この2つ以外、なんかあれば、その2つ以外ね、暗い森と出席番号29。そう、これはやったんで、まあ、なんか気になる題名があれば、怖いのでもいいし、ちょっとただただ気になるやつでもいいし、まあ、ちょっと気になったのはこれだけどね、変わったバイト。いや、俺もちょっと気になった。じゃあこれやろっか。やってみる、うん、じゃあ、クリックしてもらって、いい、始めましょう。なんか廃屋の女とか、なんかすごいホラーっぽいけど、まあ、怖そうだけどね。でも展開によっては怖い話って終わんない場合もある。あ、何もなく終わったりとか、選択肢にそれ一番困るね。そうそう、だからまあ、じゃあ何でも面白いとは思う。じゃあとりあえず変わったバイトをやってみるか。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、めっちゃクリックしたね君ね。じゃあクリックしてもらって、はい、マスターか、うん、マスターからこの仕事、バーのマスターっていう仕事に就いたのもバイトがきっかけなんだ。普通にクリックしてもらえれば先に進んで、これでいいんだ。1回で。ああ、はいはいはい。あ、マスターが喋ってるよね。そう、これはね、バーのマスターが怖い話をお客さんに喋ってるっていう設定らしい。あ、オッケーオッケー、分かってきた分かってきた。学生の時ここでバイトしてたの。なんだこれ、女の人？いや、男だと思う。男か。楽しくってさ、これが僕の転職だなんて思って、そのままずっと働いてるの。ああ、そうなのね。うん。君は変わったバイトと経験とかあるのかな？今度僕に聞かせてよ。変わったバイト。え、なんかめっちゃ顔に見えんだけど、これ。めっちゃびっくりして。気のせい。横顔みたいに見える。こうついてるように見える。ね。声だけだからわかんない。こうって言われてもわかんない。よし、休んでか。変わったバイト。俺のバイト先は少し変わっている。石灰岩が地下水などの浸食によって削られてできた洞窟、鍾乳洞。貴重な自然の遺産だが、町おこしの一環として観光名所になっているところも珍しくない。俺のバイトはそんな風に観光名…あ、ごめん、読めねえ。なんだろう、観光名所…書家か。観光名所化された鍾乳洞の受付、案内、警備。まあ一言で言うなら雑用という言葉がぴったりだろう。そんな仕事があるんだね。ちょっとなんか文字が
変わった書き方だね。ね、鍾乳洞という変わった環境でのバイトだが、仕事内容は特別難しいことはない。入り口で入場料の徴収、注意事項の説明、パンフレットの配布。観光客もそれほど多いわけでもなく、外国人もたまにしか来ない。そんなに有名ではないってことなんだ。そうだね。バイト仲間は年上ばかりで、恋人候補を探すには向いてないが、人付き合いの得意じゃない俺にはうってつけのバイトだ。このバイトを始めて1年と少し。フリーターの俺は週5で入っている。そんな俺でも未だに慣れないことがあった。それは入場終了後の鍾乳洞内の見回り。怖いね。一人で鍾乳洞見回るのだいぶ怖えよな。ね。誰もいない鍾乳洞の中を担当者2人で見回るのが決まりになっているのだが、毎週俺と一緒に見回りに入る先輩小林さんの怪談話が俺のやる気を削ぐのだ。一緒に入って横で怪談話しながら回るのね。やりながらはやだね。いや、それはやだよな。小林さんは俺よりずっと前からこの鍾乳洞で働いている。年齢は俺の親父と同じくらいだろうか。結構いい年齢だね。主人公何歳か分かんないけど、すごい、だいぶ40、50ぐらいはいってんね。うん。だから俺を息子のように可愛がってくれる。そのせいもあり、仕事仲間というよりは親子のような感覚だ。いいね。小林さんの話す怪談は作り話だと分かるような陳腐なものから、本当にあったのではと思えるようなものまで様々だ。よく毎回違う話を用意してくれるものだと、あ、用意できるものだと感心していた。週5で入ってさ、毎回違う話しながら回るってすごくない？すごいね。めちゃくちゃすごい。めちゃくちゃ引き出し持ってるの。引き出し多すぎるだろ、怖い話。さすが年の子ってやつだね。一人で100物語できちゃう。なんでも昔は小説家を目指していたようだ。だからだね。なるほどね。だからだろうか、時折本当にゾッとするような話もある。鍾乳洞内の暗い雰囲気も相まって、見回りの仕事に支障が出るほどに俺をビビらせることもあった。仕事してないね。未だに見回り中に思い出す話がある。それは、うん、ここで選択肢が来ましたね。この選択肢によって多分起きることが変わってくるの、うん、いや結構なんか自分で読んでると気持ちが入ってから、なんか結構怖くなってきた。普通に怖くなるよ、ね、怖くなってきた。自分だと思って見てると怖いよな。そうだね、自分だと思ってやってるからなおさら怖いね。さあ、ちょっとね、いや俺これちょっとね、ニュースでも聞いたことあるんだよね、うん、都市伝説っていうか。ケーブルダイビングって何？ね、まあとりあえずちょっと選択してみようか、うん、俺ちょっと今回これにするわ。これにする、うん、はい。ほら、小林さん曰くこれは実話らしい。ケーブルダイビングとは地底湖でのダイビングのことだ。あ、なるほど。かつてこの鍾乳洞でもケーブダイビングを受け入れていた時期があったらしい。あ、でかい湖があるのか、ここの鍾乳洞は。そうだね、洞窟の中の湖でダイビングしてるってことでしょ。ああ、いや怖いなそれ。いや、そんな勇気ねえよ。ない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 、めちゃくちゃ怖え。だってほら、洞窟内は太陽の光が全く届かない空間。そんな洞窟内に閉じ込められた湖の中では外界と遮断された独自の生態系が発達している。これやべえやついるよ絶対。例えば地底湖に住む生物はほとんどが真っ白だ。でもやっぱいるんだね、地底湖に生物って、ね、日光が全くない空間のため生物はその空間に適した進化をしている。真っ白な魚、真っ白なエビ、いろいろいるが、共通して見られる特徴は特徴は目が退化して なくなっていることだろう。
俺も初めてその生き物たちを目にしたときは驚いた。のっぺらぼうなのだ。本当にそうなのかな。だが、ケーブダイビングの魅力は生き物だけではない。水が透き通っているのだ。地底湖内には外部からゴミが入らない。そのため水は驚くほど透明で、遊泳者が空中に浮いているように見えるくらいだ。なるほどね。ろ過されて上から落ちてきた水がたまるからすごい綺麗なんだね。ゴミも入んないからね。なるほどね。真っ暗な中ライトを持って潜ると、まるで異世界に迷い込んだ錯覚のような、まるで異世界に迷い込んだような錯覚に陥る。日本ではそれほどメジャーではないが、少なからずケーブダイビングのファンはいる。日本には多くの洞窟や鍾乳洞が存在する割にケーブダイビングの認知度は高くない。そうだね、あんまり聞いたことないね。知らなかった。その理由の一つとして挙げられるのが危険度の高さだろう。怖いよね。つか普通になんかその地底湖みたいなのがある鍾乳洞が知らん。日本に興味あるか。まあ、どこって言われたら分かんないね。聞いたこともないね。自然界の光が全くない闇、そんな中を泳ぐのだから、ライトが切れたらひとたまりもなく闇に飲み込んでしまう。闇に飲まれてしまう。加えて地底湖内は複雑に入り組んでいる上に水流が激しい箇所もある。そんな場所があるの。あるんだね。水流がそんな激しい場所があるんだね。いや、ここは絶対無理だろ。いや、頭おかしいだろ、やるやつ。ネジが1、2本どころじゃねえよ。10本、100本ぐらい抜けてるんですよ。もう不良品だね、完全に。動かねえ。水中で迷ってしまったら誰も助けに来ない。つまり死に、お、なんだこれ、直結だねこれ。直結でいいのか。面白いね。直結するほどの危険を伴うと言える。俺が働くよりもずっと昔、小林さんが新人だった頃、この鍾乳洞でも行方不明者が出たという。いやー怖いね。いや、その洞窟内だった怖い話ダメだって。怖いよ、周りの方じゃ。当時学生から社会人までさまざまな年齢層の人が集まったケーブダイビングサークルがここをよく利用していたらしい。そんなある日のこと。あれ、〇〇くんどこ行ったんですかね。彼なら皆さんと潜りましたよね。一人の若い男性が他のメンバーとはぐれてしまった。地底湖内の水流に流されたにしても誰も気づかれないというのは不自然だ。サークルのメンバーが探しに潜ったりもしたが、結局その男性は見つからなかった。マジか。きっと彼は真っ暗な水の中で上も下もわからなくなり、苦しみながら息絶えたのだろう。酸素ボンベの残量が刻一刻と減りゆく中で、近づく死の気配に怯えながら。そんな事故があってからここではケーブダイビングを禁止したらしい。ゾッとするんだけど、考えただけで怖いね。怖すぎる。それから数年、小林さんが帰宅前の最終見回りを行っていた時のことかな。この鍾乳洞は大きく分けて3部構成になっている。ダンジョンみたいなこと言い始める。入り口付近は広く、しっかりと整備もされている。中間地点は少し入り組んでいて、俺は迷路と呼んでいる。あ、迷路だね。そして一番奥が事故のあった地底湖だ。一番奥なんだね。あ、奥にあるんだね。小林さんが一番奥の地底湖まで見回りが終わり、戻ろうと背中を向けた時、ザバー。明らかに大型の生き物が水から上がる音に足が止まる。いや、地底湖にはそんな大型の生き物なんて住んでいない。
せいぜいコウモリの糞などを餌にしている小型の生き物がいる程度だ。恐怖を抑え込みながら小林さんはゆっくりと振り返った。そこにいたのは行方不明になったあの男性。よめん。肌はろうそくのように真っ白。あ、ろうそくか、うん、肌はろうそくのように真っ白で、まるで地底湖に住む生物の中の一匹のようだった。その男性はパクパクと口を動かしていた。口の動きから小林さんが何かと何とか読み取った言葉は、置き去りにされた。パクパクと同じ言葉を繰り返している。声は聞こえないが、明確な怒りと悲しみと恐怖が伝わってきたという。そしてその真っ白な男は小林さんの手につかみかかってきた。小林さんはその手を振りほどくでもなく、ただただ唖然としていた。ふと気がつくと、その男性はいつの間にか消えていたらしい。その頃はすでに警部ダイビングサークルの人たちとは疎遠になっていたが、小林さんが聞いた風の噂では、当時のサークルリーダー、彼と一緒に潜った男性は自宅で亡くなっていたということだ。しかもその死因というのが少し奇妙で、溺死。自宅のリビングで溺れていたそうだ。どういうこと？何らかの原因で気を失い、倒れた際に水槽に頭から突っ込んだ。そんなバカみたいなことがあるはずない。だが争った形跡や他人の痕跡も見つからなかったことから、事故死と断定されたらしい。小林さんは、呪いなのかもね、なんて言っていたが、自分の働いているところでそんなことがあったなんて聞きたくなかった。聞きたくなかったよな、うん、それが事実であれ作り話であれ、なんともやる気のそがれる話だ。その話を聞いてからというもの、俺は見回りが苦手になった。なぜ今日に限ってこんなことを思い出すかというと、今日は小林さんが休みなの。一人で回るんですか？怖すぎるだろう。体調を崩したらしく、休む旨の電話があった。普通にもう一人で代理呼ぶ。通常の受付などの業務は何の問題もなくこなすことができた。だが最後に残った見回り、サボろうぜ。俺も行かない。絶対行かねえよ俺だったら。正直今でも一人で行くのは気が引ける。今この職場には俺しかいない。サボることも可能ではある。それで行こう。嘘やん。どうサボる見回りに行く。うわーマジか。こんなのサボる一発。いやまあ痛い。どうしようか。自分だったらどうするかだから、まあ、素直な気持ちでいいと思うよ。まあそうだよね、素直な気持ちでいいと思う。いやー俺絶対に行かない。行かない。じゃあサボろうか。サボる。サボりましょう。サボります。今日は客の出入り数を確認していたが、数字的に中に取り残されている人はいないはずだ。じゃあ全然平気じゃん。そう、余裕。行かない行かない。それに今まで取り残されたお客さんを保護したのも数回程度。いるんだろ。でも今日は大丈夫だろう。自分を納得させ鍾乳洞の入り口に鍵をかけに向かった。ヒューッと鍾乳洞内から冷たい風が吹く。夏でも冬でも鍾乳洞内は寒いのだ。寒いね。寒いね。俺も行ったことあるけど。門を閉め、ガチャリと南京錠の鍵を閉める。これで安心じゃん。これで誰も入れない。帰りにコンビニでコーヒーでも買おう。そんなのんきなことを考え、そんなのんきな考えをしていると、
鍾乳洞内の鍾乳洞の奥から悲鳴が響く。誰かいるの？思わぬ出来事に俺は腰を抜かしてしまった。ありえない、奥には誰もいないはずなのだから。うわー、どうする。めちゃくちゃ悩むね、これね。これ悩むね。もし自分がバイトでよし帰ろうってなって乱銀女を閉めちゃったのに、中に誰か人がいるかもしれないってなった時に、自分だったらどう。いやー難しいね。いやこれ難しい選択だね。いやすぐ行って戻ってこれるんならまだちょっと行こうかなと思うけど、なかなか広いから迷路みたいになってる、ね、いやーちょっと無理かな俺だって正直。じゃあ悲鳴は無視する。多分聞こえなかったことにする。もしじゃあ本当にただの人がそこに取り残されてるのに鍵かけて帰る。いやその風の音が、あーそう聞こえたんじゃないかって思うと、ちょっと恐怖でヒューがキャーみたいな感じで聞こえたんじゃないかなって俺は自分納得させて、俺だったら帰る。帰る。オッケー、じゃあ帰ろう。悪いけどね、うん、そんな漫画の主人公みたいにはなれない。俺はリアルだから。これは素直に行こう、素直に。じゃあ帰ろう。帰ります。帰りましょう。仕事ですか。そうだね。はい。自分の命かけるほどのことじゃない。少しの後ろめたさを感じながら俺は家へ戻った。どうせ俺の聞き間違いだ。絶対そう思う、絶対そう思う。俺だったきっと錆びた金具が風のせいで軋んだのだ。ああそうだね、俺絶対そう思うわ。大丈夫、中には誰もいないはずだから。翌朝、いつものようにバイトへと向かうと、よかったね、夜が明けたんだね。よかったよかった。おはよう、昨日大丈夫だったの？怪我とかない？すっかり元気そうな小林さんがおかしな質問をしてくる。ええ、別になんともないですけど。それならいいんだけどさ、一人での見回りは今後禁止しようね。見回りをサボったことがバレたのかと冷や汗が出る。が、どうやら違うらしい。なんかあったんですか？あ、まだ見てない？ドアだよ、ドア。小林さんに案内されるがままついていくと、鍾乳洞の入り口のドアが破壊されていた。それも内側からだ。とても力の強い怪物にこじ開けられるような跡。見回りの時に会わなくてよかったね。小林さんはこのドアを壊した者の正体を知っているようだ。遠い目をしたまま慌てた様子もない。きっと何かに遭遇したことがあるのだろう。なんとなくそんな気がした。おー怖っ。これかえって怖かったんじゃない？なんかこの方が。なんかもし行ってたらと思うとゾッとするよね。いやー怖。なんかここで帰ったからこそよりリアリティ増したよ。増したね。これ行かない行かない。リアルだった。行ってたら死んでた。まあでも生存ルートとか。やっぱいるんだね。なんか化け物が。化け物がいたんだね。これでも結構選択肢が多くて面白かったかな。うわぁ、怖っ。あ、で、マスターになった。でも、マスターも。どんなに怖くても、やっぱり仕事は仕事だもんね。こんな夜の仕事をしていると、お客さんのいない時間帯とか、たまに嫌な空気流れることがあるんだけど、それでも働かないといけないなんて、大人って大変だよ。ポテト君は帰りましたけどね。まあ、俺は絶対帰る。はい、というわけで、いやー、なんか変わったバイトという話でした。結構怖かった。これすごいのがさ、多分あそこの選択肢4つあったじゃん、最初の怖い話の、うん、あれ全部で全部違うエンドに行くから。そうだね。そう、しかも今回の話でもまだ他にも洞窟の中に入ったりとか、まあ、そういう見回りに行くエンド
で別々にあるから、これ1個の物語でエンド結構あるね。ま、10個ぐらいあるかもしれない。だいぶ違うんだろうね。うん、まあね、あのポテト君はちょっとリアリティを出すために自分だったらどうするかっていうのをやったんですけど、他の人がね、もしこれ入ってたらどうなるのかっていうのが気になったなら、ちょっと自分でね、フリーゲームなんで、このゲームプレイしてもらって。あ、フリーゲームなんだ。フリーゲーム、自分だったら入るよっていう人は ね、 いいね、ぜひ、入って何があったか確かめてもらって、怖え、まあその時はね、もう死ぬ覚悟で行ってもらって、死ぬ覚悟で行ってもらって自分だったら死んでるなっていう感じかもしれないですけど、ということで、今回はこれで終わらせていただきたいと思います。では次はパート4、別のお話でお会いしましょう。それではせーの、バイ、 Thank you。